謎の勢力、岡田監督は矢野の遺産で勝っただけ。岡田監督は確かに優勝はしたけど矢野遺産で勝っただけ。大山や糸原選んだ金本も見抜く能力悪くないが、青柳を積極的使い育て、ドラフトで中野村上を選んだ矢野は GM に最もふさわしい。今年の戦力で矢野が監督して優勝したと思うか？じゃあ去年優勝しとけよ。ぶっちゃけ矢野の時の方が戦力あったよな。あれだけ当たり外人いて優勝逃すとか。チーム防御率もホームランも盗塁も、去年の方が上やぞ。去年から今年で戦力のプラスって大竹村上森下ブライアン、それでこんだけぶっちぎる岡田は名将。矢野は確かに育成うまかったと思うが運用に関しては下手だったと思う。開幕3連戦に日替わり保守起用とか正気とは思えんかったし。まあネタには困らんかったな。リアル新喜劇見れたから楽しかった。外から見る分には。つまり監督としては岡田が上、矢野は GM ではなくて育成担当が良いということだろ。少なくとも金本の後岡田やったら近本も佐藤もいなかっただろうな。実際岡田はドラフトボロクソに叩いてたし。大事なのは結果よ。矢野がどんでんの上になることは永久になくなった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。